はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青をやっていきたいと思います。はい、というわけで、この年からですね、今5年目なんですけど、この年から N2 に上がりまして、初戦イーダビスタ戦、戦ったんですけど、結果こそ引き分けだったんですけど、まあ内容はもう抑えっぱなし、6割以上ボール持たれて、事実上まあ負け試合と言っていい感じですね。こんな感じで先制はしたんですけど、すぐ同点に追いつかれたんですね。でそれからもうこのように相手にボールを渡してピンチが続いて、だったんですよ。ということから考えた今回のキャッツアイズも相手としては結構厳しいですね。まあ、初年度は最下位にならなければいいんですけど、それでもまあ頑張って勝ちに行きたいですよね。羽生田を見よう、お代わりに入れましょう。城下と城高だから城高の方が良さそうですね。今回のキーパー城高で、あれ行ってみたいと思います。作戦はいつもの通り攻撃的です。そしてマークする選手を決めないといけないです。この選手は不気味だよな。とりあえず今一人にいたします。さあ、この試合相手の側のキャッツアイズのホームで戦います。あんまり人入ってなさそうですね。さあ、キックオフ。さあ、かばやま。あ、早くも先手取られましたね。さあ、先手奪われました。なんとか逆襲したい。前回の申し訳ないです。
おっと、今すいませんでした。ちょっとこの具合を警護になると、チームローンがついたサッカースタジアムも持てるんですね。お、これはうまい。目は口。あさあ、カードもらいました。おっと、タワーこぼれた。危ないとこでした。さて、2点目ですね。まあ、秋吉もすごいな。瞳のバスの正確さ。前半終了です。そんなに今垂れてる選手はいないですね。続きをやってみましょう。さて、もう後半も10分を経過しています。さあ飛び込んでいった、入った。1点返し、あーっと思ったら相手だったか。もう完全に寝ぼけてますね。これはもういいや、諦めんな。諦めたくなります。何かディフェンダーが待ってるんですからね。ここまで戻されたのか。これはオフサイド。後半も20分。おっと、ようやく1点返しましたね。緑かな。あと20分。さあ、もうほとんどあと10分ぐらいですね。目が落ち。